リニア新幹線最速37年開業へ、岸田首相が品川大阪間の支援を表明。岸田文雄首相は7日、リニア中央新幹線の全線開業を2037年までに達成するため、環境や水資源、JR 東海の財務状況を厳格にモニタリングし、必要な支援を行うと述べました。みんなの反応としては、リニア中央新幹線の建設に対する懸念が多いです。少数意見としては、リニア技術の進展を期待する声もあります。みんなの反応。 JR 東海はリニア中央新幹線の建設費を全額自己負担すると表明してスタートしたけど、大阪までの早期開業のために国から借り入れをしたり、静岡工区の問題解決のために委員会審議を経たりして、岸田総理からの建設推進支援も受けることになった。結局、政治的な介入を避けるという当初の目論みは外れてしまった。ここまで政治問題化すると、JR 東海が単独で建設を進めるのは難しい。建設中止が選択肢にないなら、国のプロジェクトとして進める体制も考えられるけど、岸田総理の言う必要な指導と技術的な支援がどこまで介入するのかは、この報道だけではよくわからない。これから人口減少とオンライン化が進むと、ビジネス需要は減るでしょう。外国人観光客も全線トンネルの高速鉄道にはあまり乗りたがらないと思います。むしろ富士山が見える東海道新幹線の方が人気でしょう。だから東海道線にセンスの良い特急や急行、夜行列車を導入して、高齢者の観光需要を取り込む方が良いと思います。川勝知事が辞任した後、岐阜県の井戸水やため池の水が漏れ問題や、長野県のトンネル工事の遅れが報告されました。以前から分かっていたのに、辞任後にこういうニュースが出るのは不信感があります。在任中に出れば川勝知事が有利になるからでしょう。 JR 東海には透明性のある説明と対応をお願いしたいです。リニアモーターカーっていうのは、リニアモーターで動く乗り物のことだよ。最初に開発したのは京谷小康さんで、和製英語なんだ。日本では主に超電導磁気浮上式鉄道を指すんだよ。1970年の大阪万博で国鉄のリニアモーターカーの模型が展示されたり、古川パビリオンがシャールジャの切手に描かれたりしたんだ。リニアモーターって、普通のモーターを微乗にして直線運動するようにしたものなんだ。リニアモーターカーはこのモーターで直接進行方向に加速や減速するんだよ。リニアってすごいよね。首相がリニアの大阪開業を前倒しするために、JR 東海に補助を提案したみたいですね。もともとリニアは民間事業で公的補助はなかったけど、名古屋まで先に開業して投資を回収してから大阪に延伸する予定だったんです。2045年開業予定が前倒しになるかもって話です。リニアとか新幹線とか、輸送需要がそんなにないのに公的資金で新しい交通手段を作るから、結局赤字になるんだよね。それでも維持費がかかるし、鉄道運賃や高速料金、ガソリン税とか国民の負担が増えるばかり。こんな無駄な国策、いつまで続けるんだろうね。リニアがまた10年伸びたね。乗れるかどうかも怪しいし、楽しめる年じゃないかも。でも、子供の頃に描いた未来が現実になるのは感慨深いな。水資源の保全と生態系の維持をどう両立するかが課題です。トンネル掘削で減衰した地域もあり、ボーリング調査だけでは自然の影響は完全には分かりません。だから、地域住民への説明や報告を怠らずに進めることが大切です。リニアが地震に強いって本当かな？新幹線が止まった時の代わりになるって言うけど、人口減少の中で地下のリニアを使う人がどれだけいるのか疑問だし、水源の枯渇や地盤沈下も心配だよね。岸田首相が国として支援するというなら、岐阜の水問題やこれから起こるかもしれない静岡の水問題について、国が JR 東海の後ろ盾となって共に永久完全保障すると明言し、文書化すべきだよね。静岡が南アルプストンネル工事の認可を簡単に与えられないのは、万が一の際の責任を取るのが JR 東海という一民間企業で、責任を取り切れるか不明だから、保証も最大で30年までと言ってるし、一度工事の認可を与えたら
リニアと水問題の因果関係を証明するのは静岡県側になって、 JR 東海は知らんぷりする可能性が高い。だから静岡は国がどう言おうと、岐阜でリアルタイムで起きている水枯れ問題を JR 東海が完全解決するまで本工事の認可を簡単に与えてはいけないんだよ。地方の経済活性化が叫ばれても東京一極集中は変わらない。災害が多い日本では内陸に鉄道バイパスを作る意義が大きい。超電導技術の実用化で産業も広がるから、あとは電力供給の強化が必要だね。岸田氏が本気でリニアを考えていたなら、静岡県知事の川勝氏の時に動くべきだったよね。川勝氏には言い任されるから、知事が交代した途端に強気な発言をするのは岸田氏のリニアへの本気度が疑わしいよ。これも政権浮上のための策略なんだろう。揉めていた頃は静かだったのに、今になって動くのは信憑性がないし、金で何でも解決する時代じゃない。財政危機を少しは感じてほしいよ。国が全面支援すれば完成の可能性は上がるけど、岐阜県と長野県のラジウムとカドミウム鉱床から出る残土の最終処分場所が決まってないとダメだよね。今でもろうそく温泉の泉源付近の放射線量は250から300ミリレムもあって、基本立ち入り禁止なんだ。ラジウムと放射能が漏れないように覆ってるカドミウムを掘り出すから、木曽川水域や伊勢湾、三河湾が汚染されて魚介類や海藻類もダメになる。飲料水は浄水場で処理できるけど、 ALPS 処理装置みたいな浄化器を各処理場に用意しなきゃならない。残土は特別保護区の湿地に山積みする予定だけど、岐阜も長野も拒否してるから、東京都まで運んで埋め立てするのかな。電力も福島、新潟、静岡の原発稼働が必須だけど、強権で稼働させるのか。来年には選挙で交代だから意味ない発言かもね。いろんな視点から必要性を見直した方がいいんじゃない？ビジネス利用が安定しないと収益も期待できないし、コロナ以降はリモート会議が主流で移動も最小限。そんな中で大きな予算を使って環境破壊までして完成させる意味ある？まだ見直せる余地はあると思うよ。15年後の日本は、団塊ジュニアがリタイアし始めて、定年が伸びても長距離移動する人が減る。若年労働人口も減少し、高速移動の経済効果はあまり期待できない。リモート会議に慣れた世代が中心となり、外国人観光客が主な利用者になる。開業が遅すぎるから、今からでもやめた方がいいかも。リニア技術を確立するには生産まで進めないとサプライチェーンが構築できず、他の産業への影響も限定的になる。リニアモーターカーは超電導技術の実証に最適なショーケースで、超高速モビリティはその一部に過ぎない。ルートや駅に関しては自治体の綱引きで歪められたと感じ、もっと合理的なルートがあったはずだと思う。敦賀駅の乗り換えが面倒で、関西中京からの乗り換えが必須。料金も上がるのに時短はわずか。次のダイヤ改正で乗り換え時間が増えると、在来線特急と同じ所要時間で料金だけ高くなり、コスパが悪くなる。リニアも同じ問題があると思う。岸田さんが9月で辞めるって言っても13年先の話だから、なんか空虚だよね。万博もリニアも結局投資ばかりかかってお荷物になりそうだし、新しい線路を引くんじゃなくて既存の鉄道をリニア化できないのかな。リニアは静かだから24時間稼働させて、夜中は貨物を走らせるべきだと思うんだ。遠距離のトラック輸送を鉄道に置き換えれば二酸化炭素も出さないし、ドライバー不足も解決するのに、国家プロジェクトはもっと柔軟に考えるべきだよね。でも岸田さんにこんなこと求めても無駄かも。解散して国民に今後の日本の政治を決めさせるのが一番だと思うよ。リニアは最初は JR 東海が事前でやるって話だったのに、いつの間にか国が関与してて、誰もそのことを指摘しないまま進んでるのが不思議だよね。華やかな記事を見ても虚しさを感じることがあります。多くの国民が与党や国のトップの目的や目標を知りたいと思っているのではないでしょうか。戦後から現在まで自民党が国家の立て直しや経済、国民生活の復興に貢献してきたことは認めますが、独立国家として成し得なかったこともあるのでは。それを完遂してから幕を下ろすのが与党の責務だと思います。当チャンネルの意見として、
リニア中央新幹線の建設に関しては国のプロジェクトとしての支援が必要と考えます。環境や財務状況の厳格なモニタリングと透明性のある説明が求められます。単語解説。モニタリング。モニタリングとは特定の状況やプロセスを継続的に観察しデータを収集して評価することです。これにより問題の早期発見や改善策の立案が可能になります。